はい、どうもこんにちは。こんにちは。第4回 JBT ブラックボールトーナメント、モッチーをイルベに連れてってみたの3本目、準決勝となります。解説は前回に続きまして JBT 代表福田豊さんにとなります。福田さん、今回もよろしくお願いします。絶対噛みますよね。噛みますね。この紹介わざと噛みます、はい、いや、わざとじゃないです。さあ、前回ね、高橋選手を倒したモッチーの次のお相手は、またも JBT 専務理事、専務理事なんですね。中原さん、事務局長、事務局、事務局長、そこも間違えるんですね。これは JSA の私が専務理事。あ、そういうことですね。JBT 事務局長の中原さんですね。スリークッション、28点24点。あ、そうなんですね。めちゃくちゃ当てます。あ、スリーやられるんですね。もうあれですね、本当に好感じます。そうなんだ。高橋選手もね、そうです。まあ、福田さんもスリーやられてますし。そうなんですね。もうね、キャロンプレイヤーと言っても過言ではないのではないでしょうか。この間も16点で上がりました。ああ、なるほど、うん、そんな言ってますけど、はい。さあ、まあ、JBT としてはね、さすがにこの辺でもいい加減、いやちょっとね、持ち長を止めておきたいといったところなんじゃないでしょうかね。事務局長覚えてたけどね。なんか初参加で何してくれてんだと。そういうことですよ。僕らがちょっとね、 JBT 舐めてんじゃねえぞといやでもちょっとね、いやもう本当初参加で何してくれてんだって話ですよ。ということでね、事務局長頑張ってもらいたいところですけども、これはでもレッド見事なプレースメントで、今の奇跡が起きなければ終わってましたね。あ、これはもしかしてダボ？また、いや、ダボいかないんじゃないですか。あ、うまい。これ右アングルつけましたね。はいはい。で、ここで当たっていきましたね。そうですね。デベロップです。デベロップ、はい。スタンでキャノン。はい。入ったよ。素晴らしい。じゃあちょっと熱かったのかな。出玉が動きませんでした。ちょっとね、9ボールが動かなかった。はい。さあ、これはどっちから行くだろうな。ポッションですね、これ。右下かな、右上かな。ポッションです。ポッション、はい、昔の人は、クッションのことをコッション、コッションって言うんですよ。これ、イギリスなまりなんですよ。あ、はいはいはい。そうなんですね。だから昔のやっぱり英語を最初持ってきたのは英国人ですね。おっと、超コッションから行きましたね。超コッション。だからカラコって言うんですよ。あれ、カラコッション。カラコッション。あ、ううカラクッションで、コってなんで昔カラコって言うんだろう。あ、はいはいはい。いや、今でも言いますけど。そういうことです。いや、もう今は言いますよ。今はカラコって言いますよ。エールファークッションとかね。いや、そんなこと言ってる人誰もいない。それは昭和の人でしょ。いやいやいや、違います。モダンビリヤードで、いやいやいや、これ見てる人みんなカラコって言いますよ。そう、はい、そういうのはあのイギリス人の流れを組んでますね。ああ、そうなんです、はい。まあ、見てる人大体日本人だったね。あの先祖は英国人だったんでしょうね。危ない。これでも近いですね。近い近い、やっぱりポジションは近いですよね、はい。長選手、素晴らしいです。ここはあれですね、芝目のことはあれ、ナップです。ナップね、はい、ナップを一応確認したんですけど、うん、どっちかなみたいな。そうですね。ちなみにボトムレールからトップレールに向かって10枚です、はいはい。ラストブラックボール、イエーイ、強い、うん。これでワンラック、ワンセット。これでワンラック。ワンラック。はい。ツーラック4セットですね。2連取したらセットです。ブラックボールは、ラックセット。はい。
ワンラック、ツーラックです。スニーカーはワンフレーム、ツーフレーム。だから、ちょっとあのミックスですよね。ワンフレームとも言っていいんだろうけど、JBT では一応ラックにしてあの採用してます。中国の。中国ではそうなので、なるほど。ブラックあのチャイニーズビリヤードを原料に持ってる。あ、なるほど。そっちに行ってます。はいはい。さあ、ここ中原さん、やっちゃってる臭いですね。レッドですね。いや、なかなかアタッキングな、いいショットですね。あ、そうですか。うん、中原さんは褒めるんですね。え、いや、いいショットは褒めますよ。そうですよ。中原さんだから褒めたんじゃないんです。違います。あ、違うんですね。はい、そんな風に聞こえるんですね。そんなことないです。あ、そうですか、はい。そうみたいなショットにはクソだって言いました。中原さんで会ってもクソみたいなショット仕上がってって言いますよ。あ、なるほど。あ、そうなんですね。そこら辺はビシバシ。はいはい。誰もでも中原さんの T シャツ突っ込まなかったですね、この日は。あ、突っ込まない。そうなんですよ。誰もですよ。中原さん陰で泣いてましたから。あ、マジですか。誰にも知られない。ツッコミが本当は欲しかったのに。そういうあのテレビです。うわ、すごい。8球いいですよね、この選手。ボールが、ああ、ちょっとこれ引けすぎた。9ボールが小さいんで、はいはい、あの跳ねやすいんですよ。そうですね。それを利用して、しっかりコントロールしてましたね。はい、レッドは厳しいですね。厳しいですね。厳しい。あ、惜しい。あ、でも一応名前からは受けました。そうですね。ジョナ選手も、あ、分かってらっしゃる。今あのイエローで当てたレッドを、はいはいはい、がキーボールなんです。あ、キーボールというかそのこのラックの中での重要なボールなので。やっぱそういうのを察知して一番最初にやりますよね。それも大前提。ナイス、これは耐えましたね、はいはい、今のショットでこのレッド1個トラブル持ってるんですよ。とにかくあの取り切られない形を相手に渡せばいいので、はい、で相手のボールが減ってくれればなおよしで、戦い方はもう本当にいろんなパターンありますから。なるほど。それが勉強ですよね、はい、技術はなくても頭の技術はもう勉強で上げられますから、うん、それをだからモッチ、あの今のがトラブルじゃないですか、はいはい、左から2番目のレッドも一見トラブルですけど、これは一番左のレッドからデベロップできるんですよ、はいはい、なのでそこはひとまずいつでもいけるっていうことで、今の中原選手のショットも素晴らしいですよ、うん、あの一番右のレッド、右下のコーナーのレッド、レッドがイエローをケアしてます、はい、いやー、ナイス。これは参った。もう一回耐えたいですけどね。これ赤の右側、はい、一番下の赤の右側見えてたら見えてないですね。これはちょっと、やっちゃったか、大丈夫か、ケアできたかな。ダメですね、これはあのサイドが行くでしょう、これ。取り切りにかかりますよ。テーブルセンター、あ、使った。うん、これは一回助かりましたね。いや、ここで中原さん、一番左のレッド選べたらいいんだけどな。あのサイド穴前の、そうです、これ、はいはいはい、薄く当ててダボです。スーク当てて、ダボ、僕だったら絶対それやります。あ、2個あるんですよ、トラブルが、はいはいはい、どっちもダボで取れるんですけど、はいはいはい、今 の, あのサイド前のをどけちゃえば、むしろ、うん、あの持永選手にサイド前の方のトラブルができたんで、うん、ちょっとミスですね、うん、これも、うん、いや、やばいな。ここで一番左のレッドやるかも。左、一番左下のコーナーに、はい、やらないか。これは絶対やるべきでしたね。入った、すごい。入りましたね。すごい。ここで、ここでも行かないかな。いや、ダボ行ったらよかったのに、これコロナ禍とか。入りに行
無理ですね、無理ですね、うん、でもまあ名前ポケットしたんで、はい、もうワンチャンスくればってとこですね。頑張ってるけど、ちょっともうちょっとショットセクションあったな。あ、そうですか、ね、はい、多分ね、一番左のレッドを動かしたくないのは、はい、ここで一回詰まってくれるだろうと思ってるんですよ。あ、でも自分も詰まるんで、これ、あ、はいはい、どこかでここでほぐされちゃいました、ね、とりあえず一個動かしますね。これもあるんだけどな、ダボ、これ入れに行きますね、入れに行っちゃうんですね。あ、マイクッションから行きましたけど、まあ、動き出せないですね。お、見えてなかったかな。でももうこれ鼻前つかされて負けかな。どうだろう、このショット注目ですね。これなんか手があるんじゃないかな、はいはい、これどうする。スミクッション4段、中原義雄52歳、52歳、勝負の一手、個人情報出しちゃいましたね。レールファースト、なんだこれ、なんだこれ、一番近い赤に、おお、ダボー、全然届かない。通ってたんでしょうね、彼のイメージで言ったら。左ですね、あれでもまずいですよね、むずすぎ。いやー、容赦のないセーフティー返ってきましたよ。これ両方の赤を塞いだんじゃないですか、ちょっとですね、厳しい、厳しいね。オブジェクトボール動かして見えなくするってすごいですよね。素晴らしいですね。見えてたのか。見えてましたね。入れ替わる。ああ、入れ替わらない。これで整ったんですけど、ね。だいぶ整いましたね。決めました。一応すべて直で。そうですね。狙える状態にはなったので。左から2番目のイエローもこれ多分ミドルいけると思います。はいはい。さあ、これはどこから行くのか。はい、あ、キスイン見てますね。どうでしょう。いいですね、早送り機能。はいはい。直だ。これ入らない。よし。直で外れても、よし、これ来た。本当はもっと完璧に隠してる。でも、赤のあそこのシュートはないのかな。これあるんだけどな。どうでしょうね。一応ロックはしてしたんじゃないですかね。まあでもキスインで、あのこの後こなせれば、はいはい、こっちサイドからだったらキスインになるんです。すげえ上ついてる。危ない。やっちゃった。危ない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 。今のは何ですかね。クソですか。いや、もう本当クソみたいなショット出ましたね。クソみたいなショット出ましたね。意味、全く意味がなかったですね。うわー、耐えてる。これもちょっと勝ち目あるじゃないですか。これもきついな。サイド行って9ボールをレッドとブラックの間行ければっていうとこですけど、さっきのショット悔やまれますね。多分ね、上ついてあんだけハードショットしたってことは、はい、デベロップ行ったんですよ。あ、なるほどなるほど。もう本当に不可能ですね、はい、これないためっちゃいましたね。これでも、あ、どうすんだろう。あの黄色がバンクですか、これバンクだ。バンク行ったのか、マジか。すごい、合ってますね。まずバンク行って、うん、そしたらもう、うん、こっからは取り切りですね。もう間違いなく、うん、どうしましょう、ね、ダボですね。ダボ、自らバンクって言ってましたね。バンクショットは英語でダボ、うん、ダボ、はいはい。もうダボーが、あのうちの、あのトレキャン来てる小学生、はい、大好きで、ダボーだよって教えたら、もうダボーダボーでダボー行きまくる。小学生はね、ずっと言ってるからね。ずっと言ってますね。あのショット、素晴らしい。本当にあの9ボールのケアができてるんですよ。もし外れたとしても、はいはい、またレッドは攻め手がないっていうね。なるほど。非常にクレバーなショットですね。うん、これもでも、これはプラントです。プラントね。プラントです。プラント、はい。プラントで行って、花前に残す。そういうこと。花前に残して、まあ、残んなくても大丈夫。そういうことです。薄めいっぱい入れて、熱っ！ちょっと止まっちゃった。まあ、まあ、ここはね、問題ないですね。はい、ナイスですね。素晴らしいですね。
ということでね、モッチーの次決勝ですね、続きます。